ウェイト制で初優勝を果たし、世界大会という大舞台に上がることとなった塚越。塚越先輩、胴回しもらってなかったらもらってたんでしょうね。これ一発完全に見えてなかったのだったんで、この辺にあるんじゃないですかね。飛んで自分の体はね、国浦先輩はどんどん動いてるのに。ウェイト制を制し、世界大会を経験した塚越は心身ともに成長し、この大会でも大きな飛躍を果たすことになる。群馬時代じゃないですけど、一番始めた頃ってやっぱり本当弱かったんで、ミット持ってるだけでもやっぱ辛かったんですよね。その白帯でこういう黒帯の人でこういうところ出てくるような先輩ばっかりだったんで、こんちょうだく先輩いますけど、どんな相手だったかな、なんていうんですか、壊されちゃいますからね。自然とやらざるを得なかったって感じで、どうやれば痛くないように避けられるのかな、受けられるのかなっていうのを考えざるを得なかったんで、組み手でそれを考えてる。この時がジョーカーみたいな感じですよ。なんか勝ってもなんか傷つけられるって感じですよね。体硬いんですよ、すねが。突きもすごい硬いんですけど、なんかその武器というか、もうそれがなんか痛いというか、だし小泉先輩はこん棒で叩くような。
いやあ、あれですよ、足痛かったですよ、結構足がなんかちょっとこの辺とかも痛かったですね。なんかこの辺から中段蹴るようになったんですよ。なんか妙に当たんなと思って、ミスしないように、初戦を終えてというところですね。でもまあ大体ともかくその上とかは踏んないで、上を振ってるとなんていうんですか、なんか押されても怪我する場合もあるじゃないですか。あとなんか上蹴って内股蹴られても怪我する可能性もあるし、そういうのミスはもうないように、どう誰が化けてどんな風になってるか分かんないんですよね。なのでなんかはそんなにその勝ち方求めるっていう、ともかく勝ってくれないみたいな、でミスを出すの。明らかに痛いのに絶対諦めないし、そういうのが一番怖いですよね。誰とやってもみんなもうとりあえず選択逃げるみたいな、まあそりゃそうですよ、自分ももし逆だったらそうしますからね。重たい人とやるんだったらね、まあ、無駄に技をもらう必要ないし7分しか時間ないじゃないですか。でこの時間で足を効かせて止めてなおかつこっちのペースにしなきゃいけない、もうこう振り回されちゃうともうとんでもない威力らしいんですよね。前出て潰してる分にはいいんだけど、振り回した技が来てしまうとちょっと厄介だっていうのは聞いてたんですよね。なんかこれで本戦に行ってしまうと何かこう変な技とかもらうかもしれないと思ってて、あ今バレリーキックやって返してそうですね、
でここでもうあのさっき言ってた下段を、うん、もらったら返しているんですけど、まあちょっとバレリキックではないですけどね、ここはでたまに不用意に上段を振ってくるんですよね、かかと落としをこういうふうに結構バレリあれですよね、こう内回しでなんかこう